みほとけです。田中ひろみです。ホットケーキーズです。はい、はい、なんてことで今日はね、はい、ロケです。はい、五百羅漢寺さんにやってまいりました。イエーイ、やってきました。羅漢さんがね、いらっしゃって、そう、中にはね、いっぱい羅漢さんがいらっしゃるんで、はい、早速参りましょうか。参りましょう、行きましょう。さあ、行くぞ。賢い人って感じなんで、仏様のもとで修行にめちゃくちゃ励んで、それなりの地位までいったということで、仏を開いた。そうですね、尊い方ですね。お釈迦様の弟子は5万っていらっしゃいますが、お釈迦様が亡くなられてすぐお経を書くために集められた、その時に集まった方が駆けつけた500人、はい、ということで代表者になるトップ500ですよね。でこちらにはもともと五百羅漢寺っていうんで、500体以上の、羅漢さんが作られたんですけど、一人の方が、ね、おられたんですよね。一人で全部、ね、でも今残ってるのは約300体です。ふむふむ、そう、ふむふむ、あの私のこの本にあの載っておりますので、はい、田中ひろみが書いた東京株から仏像巡りという本に、はい、羅漢堂のことが詳しく書かれておりますので、ぜひはい、ご一読ください。はい、江戸東京再発見ぶらりスケッチ散歩にも載ってます。ご一読。それぞれ皆さん表情が違うので、ここに来ると、自分の会いたい人に会えるっていうことで、江戸時代もすごい人気だったところだったようですね。ラゴラさんがお釈迦さんの、ね、息子さんですよね。ラゴラさんです。これすごいですよね。お腹の中から、あれは何が出てきてるの？自分の中に仏性がある、仏があるってことを表すために、こういう姿をされてるって言われてますよね。私あそこ開いたら多分なんでしょうね、塊しか見えない。真っ黒なものが出てきて、黒い、肌黒い。ということで今ぐるっと歩いたのが、はい、羅漢堂さんですが、はい、まだ本堂にもね、はい、いらっしゃるんですよ。はい、そうですね、こんなにもう見たのにまだいらっしゃるんで、はい、本堂に行きましょう。はい、参ります。参りました、本堂ですね。ちょっと見てください、はい、こっちにも、右にも、左にも、はい、まだいらっしゃったんですね。そうなんですよ、まさにお釈迦さんの説法を羅漢さんが聞いてるっていうのを表してるんですよね。だから本当にこんなに囲まれると、はい、私まで、はい、もう身が引き締まりますよね。見られてる感じはします。オールスターですね。真ん中にいらっしゃるお釈迦さん、で左右に赤嶋さん、阿南さん、であと蓮さん、文殊さんっていうすごいオールスターが揃ってますね。後ろの阿南だと、赤嶋さんは、はい、五百羅漢の中でも、はい、特に優れた十大弟子という十人の弟子の中にも選ばれるほど、優れたお二人が、そうですよね、来られてますよね。このお釈迦さん、はい、こちらは蓮の花を持ってらっしゃるっていう、珍しいですよね。蓮華見性って申しまして、この蓮の花をこう、ね、こうひねって、この赤嶋さんに渡したら、あ、意味が分かったよってにっこりしてる、そう、すごい微笑んでる姿がある。そう、他の人何だかよく分かんなかったけど、この花だっけ分かったんですって。すごい知恵のある方ですよね。出家者がすごいいっぱいいっぱい出てたとか言われて、お釈迦様の横にアナンダがいると、はい、女性がお釈迦様の話を聞かずにアナンダに夢中になっちゃうから、そうそう、アナンダ、お前は女性の目を見るなって言われてないねえ、そう、モテモテだったらしいですね。でも、はい、そんなアナンダはお釈迦様のことが大事、はいはい、そうですよね。だって25年間もずっとね、一番
いやだって仏さんのオールバックってね、珍しいですよね。一方でこの文字菩薩さんの、はい、このくるくる巻いた感じもちょっと珍しいなと思います。しかもこの方の腕長いですよね。関節取り多いですよね。そうですよね。あれこう どう曲がってるんですかね。まあそれほどね、まっすぐ皆さんのところに手を差し伸べたい気持ちを表しているのかもしれませんね。スーパーマー、そうです。これはぜひ生で一度見たい。そうですよね。ぜひ、まあ、そういうお話もね、今度トークショーで、はい、今度トークショーで、はい、今度トークショーで、はい、じっくりさせていただきますので、はい、この500羅漢さん、約300体の羅漢さんがいらっしゃいますが、はい、一つずつ、まあ、クローズアップじゃないですけどね、私たちなりに見ていくと、はい、さらに住職の佐山さんと仏師の小塚さんもお迎えして、はい、もうその住職さん、仏師さんなりの見解もいろいろ聞いて、深く深く羅漢像さんと親しくね、はい、できたい。そうですね。5月5日、はい、場所は、目黒の五百羅漢寺さん横にある羅漢会